全然の時から結構あのリーダーシップがあって、でファー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 してみんなまとめて、おい落語会やろうみたいな、あの飲みに行くんだったら絶対付き合うし、こんなことやったら付き合うし、付き合いのいい、であとなんか相談に行くと何でも乗ってくれる人だよね。うん、そう、うん、まあ結構いい加減な答えもでもあの僕はねすごくいいアドバイスもらってる、あの人に。その新春落語会やって、落語協会と僕らの芸協と2つピッピッ、まあ、同志が集まって、有志が集まってそういう会を作ったんだけど、あのね、あんちゃん、あれだよ、いろいろあるかもしれないけど、師匠が偉けど自分も偉いってね、勘違いしてるやつはいるからね、あんまり気にしない方がいいよって言われて、それからなんとなくふっと肩の力が抜けて落語ができるようになったっていう覚えはあるんですけどね。